皆さんこんにちは。最近は自分の中でレトロゲームブームが到来してまして、この前直したスーパーファミコンで懐かしみながらゲームをやってます。で、まあ人間とは欲深いもので、他にもゲーム機が欲しいなと思っちゃってですね、いろんなジャンクなレトロゲーム機を買い漁ってます。今回はその中でちょっと面白そうなジャンクを発見したので動画にしてみたいと思います。とそれがこちらですね。でセガサターンですね。まあ、セガサターンは触るの初めてなのでどんなもんか楽しみですね。まあ、これはハードオフで1500円ぐらいで買ってきました。まあ、相場がちょっとわからないんで、安いのか高いのかわからないんですが、どうなんですかね。ちなみにこれ本体だけだったんで、コントローラーと映像ケーブルは別途購入してきました。コントローラーもジャンク品買ってきました。500円で買ってきました。映像ケーブルはちょっとジャンク品が見当たらなかったので中古品で買ってきました。確か800円ぐらいだったと思います。合計で3000円ぐらいになっちゃいましたけど、まあ中古を買うよりかは直せればお得かなって感じですね。電源ケーブルはメガネケーブルが使えるっぽいんで、まあその辺に転がってるメガネケーブル使おうと思います。ジャンクの症状なんですけど、ゲームは起動するけど映像が乱れるそうです。この前修理したスーパーファミコンも同じような症状で、その時は電解コンデンサの交換で治ってくれましたが、セガサターンはどうなんでしょうね。さすがに同じようにコンデンサ交換じゃ治らないような気もしますが、いろいろ調べてやっていきたいと思います。じゃあまずは動作確認からやっていきたいと思います。はい、準備できました。ソフトはこれ100円でジャンクで売ってたんで、バーチャファイター2これやっていきます。装着して、じゃあスイッチ入れます。スイッチオン、ランプついてます。時間の設定画面が出ましたね。これ多分ボタン電池、マザーボードのボタン電池とかが切れてるんですかね。コントローラーも普通に使えそうですね。はい、とりあえず設定して、はい、こんな感じです。今ノイズはどうなんだ。特にノイズないっすね。あれ、ああ普通に起動を、ああそういう感じ。ちょっとノイズ出てますね。でもそんなに気にならないな。うん、この画面だと文字が化けてますね。ちょっとやってみますか。反応なくなったかな。ディスク抜いてやってみましょうか。じゃあディスクなしでやってみます。スイッチオン。あ、またか。電池切れてますね。はい、こんな感じ。あー、ちょっとこの画面乱れてますね。タイトル画面、ロゴ画面か、ロゴ画面乱れてましたね。で、ロゴから先が進まないっすね。んー、ちょっとあれですね、想像と違う壊れ方してますね。なんか普通にゲームとかは起動して単に映像だけ乱れるのかなと思ってたんですけど、途中で画面が真っ黒になっちゃうんですね。詳しい仕様はちょっとわかんないんですけど、ロゴ画面からすでに乱れてるんで、このレンズの、ここのレンズの問題ではないような気がしますね。となると、まああれですよね、この映像の端子とかもう基板がおかしいのかとか、そんな感じだと思います。この感じだと基板の不良だと思うんだけどな。とりあえず分解して中を見てみたいと思います。はい、じゃあそれじゃあ分解していきます。裏面にネジが 1,2,3,4,5 個、5個ありますね。これ外していきます。それで今気づいたんですけど、これ前の持ち主多分接点復活剤かなんかやってますね。わかりますかね、ちょっとこの辺濡れてますもんね。接点復活剤なのかわかんないですけど、こ
これ吹いてダメだったんでしょうね。でハードオフに打っちゃったんだと思います。よし、じゃあネジ外れたんで開けていきます。あ、ケーブルは特に繋がってないですね。上蓋取れました。まあ、ホコリちょっと溜まってますね。ちょっとこんな感じでホコリが溜まってます。まあ、これが多分電源基板ですかね。でこれがディスクのところの基板で、この下があれですね、メインのボードですね。多分ここの下の方のメインのボードが原因だと思うんで、そこまで分解しちゃいたいと思います。はい、とりあえず基板見えましたね。まあ、なんか結構いろんなチップ部品というか、なんというか乗ってますね。何が悪いんですかね見た目は特にダメそうなとこはないんですけどね。まあちょっと調べていきたいと思います。はい、今基板とかいろいろ見てたんですけど、まあちょっとなかなか難しそうですね。コンデンサーとか悪いかなと思ったんですけど、この辺のは特に容量が減ってなさそうな感じではありました。とりあえず一回全部掃除したんで、一回掃除した状態で組み立てて何か変わるかどうか確認してみたいと思います。はい、こんな感じで仮組みをしました。じゃあ電源入れます。スイッチオン。ディスクはこれですよね、多分ここまでは普通に行くんですよね。こっからあーでもダメだな、ノイズ出てますね。はい、今コンデンサーの容量を確認してるんですけど、ある程度測れるところはあるんですけど、場所によっては数値的におかしいところもあるんですよね。例えばこの10マイクロファラドのコンデンサー、これを測るとこんな感じで、これ今11マイクロファラドですね。数値的には特に問題ないんですよね。一方でまあこの、じゃあ例えばこいつ100マイクロファラドのコンデンサーを測ってみると、こんな感じで 3.214 ミリファラドなんですかね、 MF 全然数値が違うんですよね。これが基板についた状態だからこの数値になっちゃうのか、それともなんかもうコンデンサーがちょっとおかしくなっちゃってこの数値になってるのかっていうのはちょっとわかんないんですよね。なんでちょっと一個こいつを外してどういう数値なのか見てみたいと思います。じゃあ低融点判断持っていきます。よし、取れました。じゃあこれをちょっと測ってみましょう。はい、じゃあこれがさっきはなんか何ミリファラドとかそんな感じだったんですけど、外した状態だと、あ、124だから特に問題ないんですよね。平気なやつでした、これは。コンデンサーの問題だとは思うんで、どれかが多分ダメなんだとは思ってるんですよね。ちょっとコンデンサー外したりして悪そうなコンデンサーを見つけたいと思います。じゃあこれはちょっと長い作業になりそうですね。じゃあそれまで、見つかるまでカットします。あれからメイン基板の電解コンデンサの容量確認をずっとやってたんですけど、原因となりそうなコンデンサは見つけることができませんでした。あとはついでにこのボタン電池とここの裏側ですね、
ここの映像端子の足を再ハンダしておきました。まあ、しかし状態は変わらなかったですね。いやだいぶ雲行きが怪しくなってきましたね。というか9割型修理失敗じゃないかなと思います。まあ、あとできることといえば、まあ、この IC 部品たちのこの足を再ハンダすることぐらいですね。まあ、見た目的には結構綺麗なんでクラックとかはないと思うんですけど、まあできることはやっていきたいと思います。よし、じゃあまずはこの2つが CPU っぽいので、これをこの足を再加熱していきたいと思います。はい、まあこんな感じでやっていきたいと思います。はい、早速なんですけど、今再ハンダした1箇所目の CPU のところですね、再ハンダしたら若干の変化が見られました。今スイッチ入れました。ほらこんな感じで若干映るようになりましたね。マジ？足の問題？ちょっともう一個 CPU があるんで、そっちもやってみたいと思います。はい、2個目もここの2つの CPU の足の再ハンダが終わりました。ブリッジがないかだけはきちんと見ないといけないですね。光の加減でちょっとブリッジしてるように見えなくもないけど、多分大丈夫そうっすね。ここがブリッジしてる。ここの真ん中のところとかちょっとブリッジしちゃってますね。この辺のハンダの腕が必要ですね。これはま直ったと思います。よし、じゃあ動作確認してみましょう。マジでこれで直ってくれたら嬉しいな。よいしょ、ちょっとこの電源がむき出しで怖いけど、じゃあスイッチ入れますよ。じゃあスイッチ入れます。スイッチオン。さあどうだこの先。ああダメだ。症状が変化したので、原因はどこかのハンダクラックなんだと目星をつけてやっていきます。そんな希望が見えてきた矢先にやらかしちゃいます。今全然関係ないところで、やっぱりこのむき出しの状態で動作確認したんで燃えましたね。多分ここの部分とここの金属の部分が触れちゃったんで、すんごい火花散りました。やべえ、終わったんじゃないかこれ。あーやっちゃったやん。ヒューズとかは切れてないけど、どうなんだろうな。派手に燃えましたね。いけるかこれ。ちょっと一回掃除して、まあ、ちょっとハンダとか取れちゃってるんで、修復してみたいと思います。無駄なことした。こっちも無事そうではあるけどな。他に燃えてるようなとこも見当たらないっすね。大丈夫かな。よし、じゃあちょっとこの電源基板が壊れてないかだけ確認します。はい、じゃあスイッチオン。
あ、つかない。あ、違う。ここのスイッチ切って。スイッチオン。あ、よかった。ランプ光ってるわ。あ、つきますね。よかった。壊れたわけじゃなさそうでしたね。はい、よかった。ちょっとハプニングでしたけど、なんとかなりました。はい、今はこの基板の裏側の IC 部品 6個ですね。ここをリフローしました。じゃあこっちもやっとくか。なんで 1,2,3,4,5,6 7個分リフロー、リフローじゃない、再判断しました。これで動作確認してみたいと思います。準備できました。スイッチ入れます。スイッチオン。さあどうかな。ダメだよね。お、来たー。よっしゃ、映った。マジ？いや、後ろの再判断ですね。基板裏の再判断をしたら映りましたね。え、マジで？はい、ということで、メニュー画面が映ってくれたんで、今度はこのディスクユニットをつけてゲームができるようになってるか確認したいと思います。バーチャファイター入れていきます。よし、じゃあいきます。スイッチオン。はい、さあこれでもう直ってくれ。ノイズも出てないですね。さあどうかな。あ、文字の、ここの文字の部分ノイズ出てないですね。で、問題はゲームするところまでいけるかどうか。さあどうだ、この先です。あ、切ったよ。治った、治りましたよこれ。はい、治ってますね。はい、そしたら基板いろいろ触ってフラックスの汚れとか結構ついちゃってるんで、まあ、掃除して、組み立てていきたいと思います。今回原因だったのがこの基板なんですけど、この基板の裏側のこの IC たちのどれかですね。これの足がハンダクラックかなんかして正常につながってないからあんな感じでゲームができなかったんだと思います。まあこれうちのどれかはちょっと分かんないですね。はい、でまあこんな感じで汚いんで掃除していきます。はい、完成しました。無事に組み上がりましたね。それじゃあ早速動作テストしてみたいと思います。はい、スイッチ入れます。スイッチオン。はい、電源つきました。はい、ちょっとまた直撮りですいません。はい、来ました。バーチャファイターアーケードモード。バーチャファイターとかめっちゃ懐かしいな。やり方全く分かんないけど、はい、なんかおうおうおう。はい、 OK。 いや、動作問題ないっすね。いや、はい、無事に修理成功できました。よし。はい、ということで今回はセガサターンの後期型、通称白サターンを修理してみました。まあ、最初はコンデンサ交換で簡単に治ると思ってましたが、全然違う原因でしたね。思い込みとかで原因の決めつけは良くないなと実感しました。まあ、原因は基板についている IC 部品のハンダクラックということで、難しい修理ではなかったんですけど、原因を突き止めるのに時間がかかってしまいました。まあ、無事に直すことができてよかったです。しばらくはこの
セガサターンで遊んでいきたいと思います。なんか面白いソフトあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。あとどうせ直んないだろうと諦めてた時にニコイチで直しちゃおうと思ってヤフオクでジャンクのセガサターンを買っちゃったんですよね。まあ、まだ届いてもないですが無駄な買い物しちゃいましたね。まあ、届いたらこれも修理してみたいと思います。動画にはしないと思いますけどね。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。